ジョセフ・バート・ティンカーは、アメリカ合衆国カンザス州、息子田出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。1906年から1908年のカブスのリーグ、3連覇を支えた、ダブルプレートリオの一人。1902年にカブスでデビューする。デビューしたての頃は決して守備が上手いわけではなかった。この年の遊撃手での失策数は72と、リーグ最多を記録。 当時カブスの監督であったフランクセレイに守備を鍛えられリーグを3制覇する頃にはリーグ最高守備率をマークするまでになっていた。チームは1906年から1910年までリーグを4度制覇、ワールドシリーズも2度制覇する。前後するが1905年シーズン中に二塁手だったジョニー・エバースが他のチームメイトをホテルに置いたままさっさとタクシーに乗っていってしまい、後に フィールドでティンカーとエバースは殴り合いの喧嘩を起こしてしまう。ティンカーとエバースの内野連携は当時称賛されたが、この出来事以来彼らはずっとお互い口を聞かなかったという。1912年にチームとの年俸交渉がこじれ、翌1913年にレッツへ移籍。1914年と1915年は新興のフェデラルリーグのシカゴ・ホエールズを 監督兼任で引き、1915年リーグ制覇を遂げるが、リーグはこの年で消滅。1916年にカブズに監督兼任で復帰し、同年限りで引退する。引退後は、フロリダ州リーグで監督やスカウトを務め、不動産業も営んでいた。1938年のワールドシリーズの解説で、ティンカーとエヴァースが同席する機会があり、 二人は実に33年ぶりに仲直りをした。1946年にベテランズ委員会によりアメリカ野球伝道入り選手に選出。1948年68歳の誕生日に糖尿病からの合併症によりフロリダ州で死去。明治大学野球部時代の1914年にリグレーフィールドを訪れてホエールズの試合を観戦した中澤富藤尾は ティンカーのプレーについて、一塁ベースの後ろに席を取り、ティンカーの送球を見るとちょうどうまい具合に、ティンカーの送球がはっきり見えた。ボールのスピードにもびっくりしたが、彼の送球は、後ろから見ていると右側に大きく逸れてくるように見えた。しかし、それが、キュッとシュートしながら、一塁手のミットに収まった。天性の癖たまない野手ということを実際に見て、初めて知ったと述べている。 打撃の方は苦手だったが、クリスティマ・シューソンのフェードアウェイを打つのを得意としていた。ありがとうございます。